サステインが増えるのか。あ、これやばいんです。あ、うん、一般通貨。あー、来たー。すべてを蹂躙していく。早すぎる。お、すごいぞ。次はケールだぞ。ケールが食われる。このワビック本当に走り回るな。本当に縦横無尽で駆け回る。おー、すごい。おー、すげえすげえ。上下上下ってリバーを走ってる。はい、こんにちは。初心者5人でリーグオブレジェンズ始めました。アドバイスなどがあったらコメントで教えてください。自分たちの試合をリプレイで観戦していきます。構成はトップワタコケイル、ジャングルシャーペンギンイブリン、ミッドアサヒラックス、 ADC がゲストのバトルフィールドさんで、シビアで、サポートがジャンさんでマオカイです。で、相手が記念、ワービック、ベックス、トリスターナ、モルガナですね。なんか嫌いなチャンピオンがたくさんいますね、相手に。そうだよ、ベックスも嫌いだし、モルガナも嫌いだったな、ね、ボット側はモルガナ嫌いだし、ミッドはベックス嫌いだし、ワービックはトラウマだしね。相手の構成が怖すぎるな。ミニオンが出撃しました。なんかこう抵抗できんのよな、イブリン。こう殴り合いが強いキャラじゃないからさ、ワンコンで落ちてくださいっていう感じだから、ワービックみたいなやつ、どうすんだろうな。でもワービックかわいいな。かわいいな、ワービック。よく見たな、尻尾はいいな。オリビアと同じかわいさを感じるね。えもふもふさん、かわいいキャラではないんだから。これどこまで引けるんだろう。おお、結構引けるな。ずっとこうやって見てられんじゃないか。世界の頭まで引ける。壁が見える、世界の全バンプ見てられる。割と押せてる。スキルガン回ししてる。スキルガン回しして結構してる。まあ前に戦った時兄だったからね。ああ、なるほどね。っていうのもある。兄結構近づかないと攻撃が当たんないから。ただあ、レベル3先行、いけー。相手も3になったか。あ、ケールは死んだ。ああ、死んだね。走ってきました。あ、足が速いんです。ケールも速いから。あ、本当怖いな、ワビック。なんだっけ、体力半分のやつに対して速くなるんだっけ、ワビック。足は速くなるね、足は速くなる、ね、あと体力が減ってれば減ってるほど、自分のね、ワビック自身の体力が減ってれば減ってるほど攻撃力が上がるはず、うん、ずるだから、レベル自分の体力が 50% 未満の時に、あ、体力が回復か、サステインが増えるのか。あ、これやばいんです。あ、うん、一般通過。通過していった、すごいな。あなたもうレベル先行されたのね。あ、何もしてあげられなかったんだよな、この試合。ジャングル、あ、皆さんがモルガナに懲らしめられてる。モルガナ嫌だな。ダークシールドも強いしな。そう、だからあれがあるから ADC 倒そうと思ってもギリギリで倒せない。あ、走ってきた。狙いはあなたです。お待たせって感じで。お待たせ、うん、これね、ワービックだけならいけると思ってしまった。ワービックだけでも、ワービックだけでもダメだ。足早いな、ワービック。足早いな。獲物をかけるときはもう、ああ、ワービックは本当に、あ、来たー。すべてを蹂躙していく。早すぎる。今のは飛びつかないんだ、逆に、うん、まあ、タワーの近く。お、すごいぞ。次はケールだぞ。ケールが食われる。このワービック本当に走り回るな。お、なんで来たんだ。君は逃げろ、君は逃げろ。勝てない、それは。あ、うん、
あそこに。序盤からボロクソだな。序盤から土着そう。もう。どうしようもない。お、すげえ、また走っていく。これはラクンの方に走っていくんじゃない。本当に縦横無尽に駆け回ってる。おー、すごい。おー、すげえ、すげえ。上下、上下ってリバーを走ってる。ラックスを基本無視してもらってる。ミッドは通り道になってる。もうジャングルモンスターとか一切からの邪魔ばっかりやってる感じよな、これって。ここはだって通過してってくれてるもん。通過地点ね。ラックス目線ガンクしてんの分かってたってことが結構。うん。一応この時あの通りかかった時、上行ったよ下行ったよとかって言ってたんだよね。うん。まあ多分ガンク来てるのは気づいてるけど対応はしきれないってこと。思ったよりも早いんだろう、ね、思ったよりも早いね。早いね。普通に足が。これじゃあ普通にファームしてても勝てないもんな。やばい。走ってくる。来るんじゃないか。ああ。顔を出して終わった。まあ、でも来るだけで怖いからな。そう、うん、で押せなくなっちゃったんだかな、ボットは。多分ね、この辺りでもミッドもやられると思う。一応これで、あの、ジャングルは刈り取ってあるから、相手に奪われることはないけど、赤かな、相手は。赤バフかな。あ、起きてる。シャットダウン。来てるぞ、逃げろ。ケネを2対1でやったな、上で。いった、それはあなた勝てないんじゃー。ああ、まあまあまあ。なんであんな体力変ねえの、あいつ。え、殴ってないから、ね、殴ってないよ、まず。本当？ジャンさんの AA とシビアの AA 一発ぐらいしか入ってないでしょ。そういうこと？うん。もっと入ってるイメージがあったけど。犬がいたーって。うろたえてる。行くのか。行かない、さすがに行かないでしょ。あ、チャームかけたのね。あ、なんで前出た。あー、死んだー。悲しい。ベックス落として、お、3対1。お、いいいい。おお、楽しみ。 HP 回復しすぎ。お、よく回収した。あそこに飛んできた、はい、でも3対1よ。懸念、ここ押せば勝てるのに逃げるんだ君は。ウルトあるじゃん。帰り際のケイル殺せたな。相手にアドバイスを。でもワービックが死んだからビビったね。あ、それはミニオンシャワー食らいすぎです先生。あ、死んだ、さよなら。レベル勝ってんのがすごいな。あ、さよなら。もうめっちゃ飛びついてきた。タワーの下でも勝てないよ。あの飛びつくやつがウルトかな、ワービックは。ウルトは意外と地味だな。地味だね。強いけど。あ、でも地味って言ってもめちゃ強いでしょ、あの距離。そうね、初めてミスって使った時もね、ウルトで倒したから。サプレッションも入るんだ。シビアのブーメランめっちゃ強い。あの、多分俺ら避けれないね、あれね、うん、そこそこの速度があるもんね。やられた記憶あるもんね、結構。これ味方のブーメランなのに自分が避けてんだよ。マジやん。あ、つい癖で。あ、これいけるの。レベル差2あったよね。バッタリ。あ、死んだ。あ、さよなら。なんてことでしょう。なんかいたー。なんで君も来る。なんで君も来た。そうなんだよ。なぜか二人で死にたがるんだよ。あ、死んじゃった。うん、死んじゃった。ミッドがワービックにやられそう。見えてないだろうと。あ、ここに、うん、置いてないね。やっぱミッドはさ、お、いける。あ、いけると思うじゃん。マジか。ウルト半端な。いや、惜しかった。ウルトすごいな、あんなに回復するか、うん、あれね、スタンのまま押し切れたのね。そうなの。ワビックも来ちゃってる。やりきれない。そしてワンチャン。ダークシールドずるくないか、ワビックにダークシールドは。スネも入んねえし。あ、打つタイミングがもうちょい早いんだな、多分。うん、
ナイス。ラックスは強い。普通にラックスが強い。おスネア、ナイス、やった。おあれちゃんとね、戻ってくる読み打ってたんだよ。偉い。偉いでしょ。偉い。偉い。その前の行動からね、戻ってきてたからね、頻繁に。今更。これ死んだんじゃないですか。あー、後ろにワッチャンいるよ。もうタイロー。すごいな。タイロー。前から。前から。前から逃げる。前から逃げたな。あ、うまい。ある意味正解だった。正解だったね。見えてたかどうかわからんけど。なんでそこに？戦ったら負けますよ。ね。なんで戦う判断なんですか？キエル戦い始めたからもう戦うしかないと思って戦ったけど。全然体力減らしてないみたいな。全然減ってないね。突然。ああ。いいこと。ワービックが止まらない。ああ、減らる。いいなそのウェーブクリア。あ、はい、あ、久々のモルガナ。あ、じゃあさんゴー。ゲー。スネアかかった。すごいね、W 発動しないんだよな、距離が。ウルト使わないのか。おお、来た。そうなんだよな、それなんだよ。ウルト使わないのか。確かに。あれは当たりそうだったけどな、使ってきゃ。これワーウィックがいるのに重傷を積んでるのが ADC 一人っていうのが俺らまずいんじゃないこれ。なるほどな。ちゃんとビルドも考えなきゃいけない。どう？うん。そこがソンベイルとか積むべきだったかね。モレロを積んでないでしょラックス。こいつも積んでないでしょモレロのミコン。でもモレコンのミコン、うん、積んでないでしょ。あれも対策していなかったってことですね。あ、ケールも AP だからモレロのミコン積んでないでしょ。ここは積んでるね、ちゃんと重傷。重傷をなしで戦おうって思ってるのが間違ったよな。何が悪かったろうな。まあ重傷積んでないってのはまああれだよな、論外だよな。ワービックに好きなようにやられてしまったと。うん。うん、最優先だったな。うん、で、ああって走るチャンピオンなんだから、もっとリバーに。ワードかなかいかんかったな。しっかり取ってね、うん。すぐ反応できるようにしないといけないと。うん、ミッドが、ミッドがやられそう。いるーワンちゃんいるーそこで行くのか、すごい。うん、でも負けならもう意外と、ハサミ打ちって感じじゃなかった。さすがに邪魔したあー。あー、削りきれない。ああもうどうしようかな行くかな行くしかないなはいああれワーウィックに当たってないんですか当たってないですね横向きに動いてるやつに当たらんなラックスビームそうねまあもうちょっと遠くから打ちゃいいんじゃない方向が分からんくらいのバレないからうん、でもあれ出る前にさ車線出るよな車線は出るねおどんだけ遠くから打ったとしてもそれでわかるんじゃねえかそのタイミングじゃあなやっとはウルトのことを思い出したジャンさん記念ウルトじゃないからこれ記念ウルトこれも記念ウルトさっきも記念ウルトしたあー消える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 えぐおい記念ウルト第2弾記念ウルトも出ず記念ウルトすら出ずだったキリンがフリーレッドチームのインヒビターが破壊されましたうーん何がどうしたらいいんだろうねワービックワービック対策募集ですはい JG です最後まで見たいたい見ていただいてありがとうございました。Twitch 生放送しているので見に来てください。では。